動画配信で人気を誇る ASMR 配信者恋猫チロルさんが VTuber 名義での活動を断念すると発表しました。彼女は27日に XQTwitter を更新し、新たにデビューした VTuber 名、水シャオリンの活動を停止し、関連する動画や情報をすべて削除したと報告しました。恋猫チロルさんは、YouTube でのチャンネル登録者数が15万人を超える人気配信者であり、耳かき、ASMR などで多くのファンを持っています。今回の活動停止の背景には、彼女の発言が影響していると見られます。中でもパンデミックは仕組まれたもので、ワクチンは人工ウイルス残念ながらこれが真実であり現実です。といった発言が問題視され、多くの批判を招いていました。このような陰謀論的な発言が原因で、VTuber 活動が難しくなったと推測されています。恋猫チロルさんは、VTuber デビューにあたり、1300万円を投じたと明かしており、その費用が無駄になってしまったことも話題になっています。これには、VTuber キャラクターのイラストや、モーションを担当した、クリエイターからの利用差し止めの権利が、行使された可能性が高いと見られます。彼女は覚悟をしていたので、何一つ後悔はありませんと心境を語り、今後も ASMR 配信者として、活動を続ける意欲を示しています。また、今はただ、私にとっていい耳かき作品を作りたい、その思いですと述べ、ファンや関係者に対して謝罪しつつ、今後の活動に対する熱意を表明しました。ファンからは、これからも応援しています気を落とさず、頑張ってくださいといった励ましのコメントが多く寄せられています。一方で、今回の騒動に対する批判の声も少なくなく、今後の活動が注目されています。VTuber 名義での活動を断念することとなった、恋猫チロルさんですが、彼女の、ASMR 配信者としての活動は今後も続きます。今回の騒動を乗り越え、どのような形で新たなステージに立つのか多くのファンが期待しています。